肥満や夜更かしというのは思春期を早めてしまう可能性があるので非常に注意が必要だ。思春期症状も大事なんですけども、思春期を開始した年齢ってすごく大事なんですね。いつもの表を使って説明していきたいと思います。まずは最初のポイントとしては、15歳8ヶ月で157センチということで、大体なんですが近似的に考えると、この表で言うと15歳9ヶ月のところで 157.3 に該当していくんですね。そのままですね、下にずっとスクロールしていくと、18歳0ヶ月の時に大体160センチぴったりぐらいのペースだということが分かります。それに対して今回骨年齢という単語が出てくるんですけど、つまりそれ手のレントゲンを取った時に骨成熟がですね分かるんですけども、それが14歳だったってこと。実年齢は15歳と8ヶ月なのに骨年齢は14歳、つまり成長が遅い半熟タイプだって評価を受けたわけですね。仮になんですけども、完全に体が14歳、いわゆる平均的に14歳であるというふうに仮定すると、緑色の部分ですね、ここ見ていただくと分かるんですけど、そのまま下にスクロールしていくと最終身長が166から167っていうような表現になってきます。つまりなんですけども、本当に14歳の状況であればですけども、骨年齢だけじゃなくて他の全ても14歳、全く同じ状況であれば160から167ぐらいになるってことなので、この状況から分かることとしては、上振れしていくでしょう、最初にお伝えした160よりも高くなるでしょうってことが推定されます。どれくらい高くなるかっていうと、160よりも高くて、166には到達しないと思うので、161から165ぐらいが本日の最終予測になってくるかなと思います。もちろんね、ブルーライトが良くないというのは一つですけども、今回の質問に関して言うと、できればやめていただいた方がいいんじゃないかなというような答えになってくると思います。例えるならばなんですけども、明るい部屋で寝るのと暗くした部屋で寝るのと、どっちが睡眠の質が高いかというふうに考えれば、当然なんですけど暗くした部屋の方が睡眠の質が高くなると思います。それと同様に光刺激がですね、バッと入ると睡眠の質が落ちるというふうに考えても問題ないと思います。この内容はですね、賛否両論あるので、今回ね、改めて複数の論文をですね、調べてまいりました。まず最初にですね、共有したいのは、論文ではないんですけども、大阪ユニットセンター、大阪大学の公的機関の一つだと思います。そちらのですね、記事を紹介させてください。2014年の11月にですね、とある小児科の先生が発表された内容になってまいります。今の子供は早熟なのかっていう題名なんですけども、100年単位でこの方のデータを見させていただくと、1880年代ではですね、初潮の開始が14歳で後半だったそうなんですけども、現在ですね、早くなっていって12歳少しぐらいのところで初潮がですね開始するわけなんですけども、この数十年間で思春期の始まるのが早くなったというのがこの内容にあります。どうしてそういうことが起きたかっていうことですけども、こちらに書いてある文章で非常に分かりやすい文章で納得しやすいので読ませていただきたいと思います。思春期早発症を引き起こす可能性の生活習慣で現代社会との関連が深いのが肥満と夜更かし。肥満は子どもの脂肪細胞がですね大きく膨らんでおり、その脂肪細胞からレプチンという物質が思春期を促すというふうに言われており、また夜更かしは思春期を遅くする作用があるメラトニンという物質を低下させる。これらのですね物質を介して肥満や夜更かしというのは思春期を早めてしまう可能性があるので非常に注意が必要だというふうに書いております。これはね、まあ一つとして正しいというふうに思います。で、他の論文もね紹介させてください。Association Between Obesity and Puberty Timing: A Systematic Review and Meta-Analysis ということで、こちらですね、中国の大学が発表されている論文で、思春期のタイミングと肥満がですね、どういった関係性があるのかっていうのをたくさんの論文を見て調べましたっていうふうな内容になりますけど、こちらの内容をちょっと紹介させてください。ここの文章で、ね、すごく面白いのが、思春期早発症の少女の数は肥満群の方が正常体重群よりも優位に多かった。簡単に言うと、体重が重い子の方が思春期早く始まってしまった子供の割合が多かったということは、やはり関係性があるでしょうというような評価になります。一方で、男の子の肥満と思春期の発症のタイミングには関係性あまりなかったというふうに書いてあるんですね。ってことでね、ここがすごく大事なポイントになってまいります。次の論文も紹介させてください。 Obesity and the Puberty Transition in Girls and Boys ってことで、こちらですね、 University of Virginia Health System アメリカのですね論文になってまいります。こちらの論文によればですけども、小児期の過剰な肥満は少女の思春期を早め、少年の思春期を遅らせる可能性があるというふうに書いてあるんですね。まあ、これはね本当に面白いかなと思って紹介させていただきました。ということで、女の子に関して言うと、おそらく肥満っていうのは一律して思春期を早めるというような可能性があるというふうにですね、お伝えできるのかなと思うんですけど、男の子に関して言うと関係性はもしかしたらクエスチョンマークで、なんなら逆の発想もあり得るのかもしれないということですね。ここからわかるかなというふうに思います。今回いろいろ調べている中で、アメリ
リカのですね、権威のあるドクターのですね、文章を読んでいる時も同じようなことが書いてありました。男の子に関して言うと、もしかしたら思春期を遅めるかもしれないってことね、書いてありました。ただですけども、私からもですね、それできることとしては、男の子も別に太ることがいいとは決して思ってませんので、正常体重に近づけることが男の子しっかり、女の子しっかり大事でしょうと。特に女の子に関して言うと、体重をですね、ある程度コントロールしてあげることは、もしかしたら最終身長をですね、改善するヒントになるかもしれません。あともう一つは、夜更かしは良くないでしょうということが推定されますので、ぜひ参考にしてください。まず最初に覚えていただきたいポイントは、16歳0ヶ月から17歳0ヶ月まで約 1.5 センチ程度伸びるっていうのが平均的な値になってまいりますので、2センチ以上伸びるっていうのは平均以上に身長伸びるというような形になりますので、身長を伸ばすためにですね、できることをしっかりとやっていくってことが大事だということがね、まず一つお伝えすることになります。あと一般的なんですけども、思春期症状が後半になりつつある年齢ですね、基本的には昨年伸びたセンチの半分ぐらいが期待値になります。昨年2センチであれば、今年ですね1センチ程度の身長伸びが期待されるわけですので、そういった意味で2センチってですね、まあ、かなり目標が高いことがわかります。ですので、運動部でしっかりですね、運動していただいて、睡眠もしっかりとって、食事もしっかりとって、全力でやっていただいて、年間2センチ成長をですね、目指していただくといいのではないでしょうか。身長にめちゃくちゃいいかって言われると何とも言えないんですけども、幾分がいいかもしれませんね。確かダルビッシュ選手とかは朝カフェインを飲んで体を活気づけるなんていうね、お話を聞いたことありますけども、ただまあ私の方ですごく推奨する内容というわけではないと思います。こちらもですね、過去にですね、まあ、サプリメントで身長伸びるかってところで、アルギニンに関して深掘りでお話はしたんですけども、もう一度復習していきましょう。アルギニンは純必須アミノ酸って呼ばれるような物質になります。アミノ酸っていうね、タンパク質の元になるような物質になって、その中で、ね、純必須ってことだから、重要なアミノ酸であると言われています。成長期のね、子供には比較的欠乏しやすいなんて言われておりましているので、そういった意味だとね、まあ、アルギニンを摂取するのは一つですし、アルギニンをね、摂取すると、短期的になんですけども、成長ホルモンがね、分泌されるというのが有名な話になります。ただし長期的にずっとアルギニンを、ね、摂取したことによって成長ホルモンが増えるというようなデータがあるわけではないため、小児内分泌学会からはあまり効果がないんじゃないかなというコメントが出ています。ただしね、まあ、タンパク質の摂取が多ければ多いほど、ある程度身長とプラスとか、そういったね、いろんな背景を考えると悪いものでないことは事実だと思いますけど、いかがでしょうか。これ受験に例えると分かりやすいかなというふうに思っています。例えば受験が2月だというふうに考えると、当然ね、夏場とか、そういった時期がね、勝負になってくるんだけども、じゃあ冬だから勉強するのに遅いかっていうと、そんなことないですよね。試験の1週間前だから勉強するのに遅いかっていうと、そんなことないし、試験の前日だって勉強できればした方が合格する確率は上がる。それと同じですので、14歳からでも遅すぎるってことはない。できることを最後までしっかりとやるっていうのは、身長だけじゃなくて人生においてすごく大事ですね。最後まで諦めるなっていうのが私のメッセージかな。私が小さい頃はですね、コーラを飲むと骨が溶けるなんていうふうに説明を受けたわけですね。どういう説明だってね、もう今思えば泡の感じが、ね、こういかにもなんかね、物を溶かしそうだってこと。あとはまあ子供の教育でですね、昔はですね、今でもそうなのかな、そこはわからないけども、少し怖いことを言ってですね、まあ、健康的な生活をですね、誘導するようなことを説明してたかなというふうに思います。まあ、今の時代でもうちょっと自然体の説明をする機会がおそらく多いのではないかと思います。この内容に関して言うと、コーラとジュースの悪い点、まあ悪いっていうのはあんまり私の口が言うべきじゃないんだけど、強いて言うなら悪い点ね、何ですかって言われば、まあ明らかにね、まあ、それは糖分でしょうってことだと思いますので、まあ、糖分たくさん摂取することが身長にとっていいかというふうに言われれば、もちろんね、欠乏するのはいけないんだけども、今のね、世の中欠乏するなんてことないわけですから、そういった意味ではあまり積極的に摂取するような飲み物じゃないでしょうってことで、私もね、お伝えするという意味では同じだと思いますので、マイナスという言もね、ちょっとね、厳しすぎるかなと思うんですけども、推奨されるような飲み物ではないと思います。これに関して正しいというふうに思います。ただしですね、一つ言えるのは前兆っていうか、もう伸びる時期というふうに考えてもいいんじゃないでしょうか。それだけ大きく体が変化するというのは、おそらく男性ホルモンだったり、女性ホルモンをね、検出される時期になりますので、すでにね、もう伸びてる盛り表現がね、正しいんじゃないでしょうか。実際に前兆という表現ね、いつからかなというふうな、ね、表現をすると、まあ、厳密なことを言うと、男の子であれば少し睾丸が発達してくるとか、そういったのは一つの参考材料になってくるかなと思いますけども、なかなかね、それを見ることはあんまりないのかなと思うんだけど、一応そういったところが言われたりだとか、女性だと、ね、より一層ですね、一応胸が膨らんでくる時期では比較的一瞬期の初期症状になりますので、前兆というふうにも言えるかもしれませんけど、参考になりますでしょうか。
他の新規症状も大事なんですけども、思春期はやっぱ開始した年齢ってすごく大事なんですね。最初の方にそういったのを認めるのが陰毛だったりとか声変わり、新規症状の初期として出てくるので、それで重要だという表現ですね。あとはね、陰毛と声変わりは通常陰毛の方が早いので陰毛の方が重要なんだけど、ただ陰毛で何歳に生えましたかって答えが結構嫌な子多いので、声変わりも結構聞くことも多いです。こういう質問ね、あるあるってことですね。皆さんね、その肉の部位にこだわりがあるんでしょうかってことで、まずね、一番大事になってくるのは、どれだけの1日の総量のタンパク質を摂取するかってことが大事になってくるので、まずそれを守りましょう。例えば私が仮にヒレ肉がいいというふうにお伝えしましょうか。だとしてもね、ヒレ肉を 5g しか食べないのであれば、サーロインをね、200g 食べた方が絶対いい。そういうふうにして、まず絶対ボリュームっていうのは存在する。その中で、どの部位がいいってことね。タンパク質に関しては過去にもね、動画の方出してますよね。105個の国の生活習慣を見た論文で、ね、そういったのを見てみると、カンボジアとアメリカではタンパク質の摂取量2倍も異なって、身長差15センチ以上ということで、タンパク質の摂取は非常に重要だと。その中でも日本人の平均身長70年間で10センチ改善しているのは動物性のタンパク質摂取が増えてるで、そういったデータもあるわけですね。そういったのも肉は当然重要だということなんで、その先に、ね、どの部位があるかというところで、かなりハイレベル中のハイレベルということで、正直言うとそこまで気にしなくていいというのが私の結論になってくると思います。それよりも前にタンパク質を何グラム摂取しているかとか、そういったところを気をつけていただけるといいかなと。ただその中でも、まあ、どの部位というふうに言われれば、油分が少なくてタンパク質が豊富な部位が当然ね良くて、豚バラと油ぎっしゅなところは避けていただいた方がより一層いいでしょうって説明になると思います。それよりもまずはタンパク質の総量をしっかりとっていくってところをぜひねご参考いただくといいんじゃないでしょうか。